皆さんこんにちは、増田敏夫でございます。いつも増田敏夫チャンネルをご覧いただきまして、ありがとうございます。皆様方の中にはすでに増田塾、9月の5日から明日16日まで、続くわけですが、ご参加されている方もいるかと思いますが、非常に重要な講義をしようと意気込んでおります。なんといってもこの日本に我々住んでいてですね、意外と日本というものを知らないんですね。日米安保は日本の安全の要だというふうに誰しも思っていますし、政治家、それから官僚、民間に至るまでですね、この日米安保は日本の安全の要に、日米安保があるからこそ日本は安全でいられるんだというふうに、まるで、宗教のお経のようにですね、口にし、また信じているところであります。皆様方の中には私の自直言その他を お読みいただいた方がいると思いますが、日米安保の一番重要な部分は第5条でして、この5条のこれ、日本文を読んだんでは意味がないわけです。日米安全保障条約で日本とアメリカとで、この条文に関して、解釈が異なるというような場合は英文の方を取るというふうにはっきり書いてるわけですから、日米安保の第5条を日本文で読んだんではですね、あまり意味がないわけであります。これははっきり申し上げまして、日本文は意訳されております。つまり英語で書かれている日米安保第5条が本当にこの述べていることと日本語になっているのとはですね、ある意味では正反対といった部分もあります。まあ、いずれにしてもですね、この日米安保の第5条、この英文で書かれている内容をですね、文法的に正しく私が翻訳しまして、そしてその意味するところを詳しく解説しました。今までに何度も繰り返しですね、日米安保第5条の解釈、正しい解釈というものをやってきました。まあ、結論から言いますとね、この日米安保第5条の始まりからですね、アイザーパーティーというところからスタートするわけなんですよ。つまり日本の行政管区内におけるアイザーパーティー、すなわちアメリカ合衆国または日本というふうにですね、入り口がまずその日本かアメリカかというふうに分けているわけですね。つまり日本の行政管区内、日本の国内における日本とアメリカというふうにきりとですね、入り口で区分しているわけであります。そして、そのどちらかが、日本またはアメリカが、危機にさらされた場合は、それぞれの国の憲法に従って、安全保障行為を取るということですね。従って沖縄は日本の中のアメリカで、アメリカ合衆国憲法下にあるわけですから、まさに、日本の中のアメリカなわけですね。これがどっかの国からミサイル攻撃を受けると、仮にですね、ミサイル攻撃を受けるということになると、これはアメリカ、日本の中のアメリカにとっても、日本の中の日本にとっても、これは危機になるわけですね。そうすると、条文を読んでいくと、このカマンデンジャーという言葉を使っておりまして、最初はですね、日本かアメリカかどちらかというところからスタートして、そして今度はですね、カマンデンジャー、日本とアメリカが同時にですね、危機にさらされた場合というふうに、こう二つに分けて、まあ、決められているわけですね。で、まあ双方、
日本もアメリカも危機に陥ったというときは、また同じくですね、それぞれの国の憲法に従って安全保障行為を取るわけなんですが、日本は専守防衛の憲法第92条を持ってますから、まあ、攻められれば、攻め返すということができるというふうに思われてるんですが、憲法9条をよく読めばですね、戦争が禁止されていてですね、それから戦力を持ってはいけない、陸海空軍の戦力を持たず、持ってはならない。それから交戦権を認めないということですから、攻撃を受けて、これに対して、正当防衛じゃありませんけども、反撃するってこれは交戦なんですよ。ね。だからこれは禁止されてるわけです。認められないって言うんです。だから、攻められても、日本は現在の憲法92条に従えば、何もできないということなんですね。それでは危険ではないかということなんですが、アメリカと日本、日本の国内におけるアメリカと日本が共通している部分、沖縄のようなとこですね。そういうとこではアメリカがですね、アメリカ合衆国の憲法に従って、安全保障行為を取りますから、その隣接している沖縄で日本の中の日本は、結果的には安全保障をされるわけです。安全が守られるわけです。ね。しかし、日本の安全を目的としたものではないということを明確に書かれております。ね。だけども、日本語になるとですね、アメリカが日本の安全を保障するというふうに、日本語では書いてますけども、まあ、どなたがそういう翻訳をされたのかは別としまして、政治的に言ってですね、アメリカもその方が望ましいわけであります。日米安保が日本の経済、日本の安全の要だということになれば、アメリカなくして日本なしということになれば、日本がアメリカに従うということは当然のことですから、アメリカとしてはですね、そういう解釈、日米安保は日本の安全の要という解釈が、間違った解釈なんですが、これが日本中に広まって、誰しもそれを信じるということはアメリカは大歓迎なんですね。というわけで、これもですね、日本の安全ということの現実と、それからまあ、うがった言い方をすれば、裏に、ある真実ということが言えるわけですね。そういうことをですね、私は増田塾で、詳しく解説しているわけであります。なんといっても、この、ネットでお話をするわけですから、あくまでも私の言葉なんですね。やはり大事なことは文章にきちっと書いて、言うなれば歴史の真実というようなことですね。こう思うとか、ああ思うとかいう私の考えではなくて、きちっと歴史に残っている事実、真実ですね。それを列挙することによって、そして、日本という国は、実はこういうふうになってるんではないですかと。にもかかわらず、日本の国民はこう思ってこういうふうに行動していると。しかし、この違い、真実と思い込み、この違いが、いつかどこかで現れるときには、too late 遅すぎますよと。ね、その時になってからでは遅すぎますよ。だから今から真実を知って、そして、それに備えなければならないというのがですね、私の今回のセミナーの趣旨であります。そして、小冊子のボリューム129になるわけですね。もう129ヶ月もやってるわけですが、この小冊子129でですね、徹底的にですね、真実に基づいて、日本が今どうなってるか、日米安保とは何だったんだと、ね、それから日本国憲法というのは一体日本の主権のない時に主権者 GHQ マッカーサーが作った憲法ですから、それは一体何を意味するのかと、その憲法をですね、五章大事に今まで守ってる日本というのは一体なんでそういうことになったのかと。
本当ならば、サンフランシスコ条約、1951年のサンフランシスコ条約、講和条約で、日本が主権を取り戻したわけですから、その主権を取り戻したときに、日本国憲法を作るのが筋なんですよ。ね、憲法っていうのは、人に支配されているときに、支配している人が作った憲法、これはその国の憲法にはならないんですよ。しかし、そういう基本というか、そういう認識が全く日本にはなくてですね。つまり、日本の国の憲法でない憲法の92条がおかしいから改正しようとかですね。そういう発想しかできなくなってるっていうのも、やはり、ある意味での洗脳。日米安保が日本の安全の要であるというのは間違いなく洗脳ですから。そういうふうに思い込まされてるわけですから。また、この憲法もですね。何らかの理由があってですね、平和憲法だとかいうふうに思わされてるわけであります。そういうふうに思った結果、あるいは日本が洗脳された結果、一体どこの誰がどういう利益を得続けてきたのかというようなこともですね、事実に基づいて、詳しく、説明しております。そして、最後にですね、では、日本はどうしなければならないのかと。いきなり憲法を否定するというようなことは無謀なことで、憲法92条さえ改正できないのに、憲法そのものを否定して新しい憲法を作るなんていうのは空想中の空想ですね。にもかかわらず、つまり、主権国として主権に基づいた憲法を持つことができない、という状況の中で、そういう主権に基づく憲法を持ったと同じ、あるいは持った以上のことができるのではないかというようなですね、ことも含めて、まさに私としては日本のために、渾身の努力をしてですね、そして、もちろんアメリカのシンクタンク、背後にはユダヤ資本がいるんですが、そういうとこともですね、いろいろすり合わせまして、私の考え方、日本はこうあるべきで、こういうふうにすることができると、どう思いますかというふうな形で、いわば、ユダヤ資本の配下にあるシンクタンク、ここに私が加盟しているわけですから、そして、その、ユダヤ資本の皆様方に、私のこの提案、という形でですね、日本をこうしたい。こういうふうにできるんではないか。それに対して、アメリカは日本の支配体制が崩れてしまう。ね。しかしながら、それに対してアメリカは反抗できないんじゃないか。いや、むしろ、ここまで、世界が変わってきたら、もうこれ以上日本を支配することはアメリカに不利益になって、日本が本当に独立した方がアメリカの利益になるという時が来てるんではないか。ね、今こそ隠された真実を明らかにして、そして、国民がそこで、パニック状態になるかもしれない。日米安保は日本の安全の要だと言ってるのに、日米安保はアメリカ軍の日本占領政策だと、占領条約だと、そして毎年何千億というお金をアメリカに払ってる思いやり予算だなんてですね、やらなくてもいいにもかかわらずアメリカにお世話になるから安全を保障してくれてるから、自発的に払いましょうという意味で思いやり予算という名前で何千億というお金を払ってるわけです。しかしながらそれは実は占領代を払ってるんだ。アメリカに日本が占領されてる占領代を払ってるんだということが明確になったら日本の人々はどう思うだろうか。ね、こういうクライマックスの時を私は2026年において、それまでの間いろいろなこの世界が変化する。そして26年になると日本の主張が不自然ではなくて自然になりアメリカの利益にもつながるというようなことを考えましてね、いろいろと書いております。この増田敏夫のですね、小冊子129号これをですね、ぜひお呼びいただきたいと思います。今回の お話は、もうぜひともですね、この小冊子を買って、本棚に置いていただきたいと思っております。